の太田隆さんです。井上隆の写真あれだよ。はい、像があるけど。え？あのこれ見ると、はい、井上隆の絵があるんだよ。あ、本当ですか？見てみて。あ、本当ですか？ちょっと俺が撮ってみますよ。なるほどですよ、はい、でもこれを持ち歩くて肩上がったやつをなんか置いて、あーで測量ってこれ測量して、これであこんなメタだなこうだなっつって、はい、多分そんな感じ、あの工業工だから土木があったから、はい、こんなやってはいはいオッケーですって言ってるね、はい、あの測量あるじゃん、はい、あれのためと同じような乗りって言ったら怒られるでかこれを乗っていくって、ああ見た感じで、ここに書いてありますさ、証言機井の忠敬が日本全国を測量したときに持ち歩いた測量器具の一つ。あ、井の忠敬記念館ですね。はい、はい、あ、じゃあこちら。ただいま井の忠敬記念館回ってまいりましたが、殿下さんいかがでしたか？ものすごくね、あのちょっとね、甘く見てましたね。井の忠敬さんどういう人かね、ざっくり千葉県民としても知ってたし、あのあれだったんですけど、もうね、中入ってみてめちゃめちゃもう感動した。本当に良かった。なんか、ね、連れて行ってもらって本当に感謝して、恐れ入ります。素晴らしい。良かったです。またね、家帰ってね、ちょっと深掘りして、はい、勉強してみたいな。あ、もう改めて。ありがとうございます。昔はこういう家だったのかな。いたのかな？これあれか、かまどかなんかあったのかな？ですかね。風呂とかなんかわかんない。かまどっぽくないですか？なんか多分。はい、炊事場、まあ、なんかちょっと面白いですね、なんか面白いですね、いろいろ面白い、はい、しかも撮影もできて、今更じゃない、ま、さっきからずっと面白い、たまらライオン作るからロータリークラブじゃんか、はい、でこちらが井の太田隆像、そうですねさっきのもかなりデフォルメされてましたもんね、殿下さんがいるから比較対象があっていい、どれぐらいでかいか分かる、これ首になってるし、いやこれ目もすげえリアルだよ、本当っすよね、ヤマトタケルの御事、これどう、こっちは何ですかね、え、首だけで、あ、なんか鳩だね、白鳥がいる、白鳥がいるって何言ってんだこいつと思ったでしょ、本当に言って思ってない、はい、そうなんだと思って、ほんで、はい、何でしょう、超憧れの先輩なのね、はい、だから真子さんってほら走りもすげえ天才的だったと思うし、はい、なんか人間的にもさ、はい、なんかすごく憧れの存在だったね、だから真子さんのことは競輪データブラザーみたいな、データブラザーね、競輪 JB が、はい、のやつも目標とする選手ね、はい、マコスさんとか名前書いたり、マコスさんとかお母さんもそうだけど、はい、なんかこう独自のさ、なんか切り口というか、こういう気持ちで走ってるんじゃないですかとか、こういう気持ちがあったんじゃないですかとかって、はい、まあ、吉井さんは吉井さんですごく面白くて、はい、とにかく、ね、なんかのお客さんの、ね、気持ちに立ってね、はい、そうやってる感じがあってすごいんだけど、あ、それすごいですね、そうそう、で、お母さんさん静岡で予想やってると、はい、辞める前にもうめちゃめちゃこう世話になって、はい、なんか成績悪くても、ただまた次は頑張ろうぜなんてさ、はい、超明るくて、はい、もう超ポジティブな伊藤和也さん、はい、でもとにかくね、本当にね、なんか世話になったなって感じで、いい先輩でなったんだ、いい先輩なんだけど、はい、今この解説、伊藤和也さんのね、この勉強ぶり、はい、もう例えば選考やがこってさ、明日対戦するなってさ、はい、3ヶ月ぐらいのこのさ、はい、成績のあの競輪 JP の、はい、着のやつ全部見てるぐらいのね、あ、このパターン結構強えなとか、はい、明日こういう天候じゃねえかとか、はい、例えばなんかもうなんか全てのいろんなことを、はい、選手の時のことをさ、はい、思い出してっていうか、なんかとにかく、まあ、勉強だな、ね、データのなんていうの、はい、卵というか、はい、勉強によってすごい多分車検の適正率、多分伊藤和也さんが一番すごいんじゃないかなと、ああ、そうですね、いや本当にすごい、なんかそこがね、やっぱしなんていうの、俺なんかこんだけ勉強できるんだったら、はい、何でもできるんじゃないのって、だって段取りとか勉強とかさ、はい、そういうことができて、まあ、要は
実行して後始末もちゃんとできますよっていう話だと、はい、あの何の仕事もできるでしょっていう。あ、そうですね、そうそうそう、そういう感じがするんだよ俺は。そうですね、うん、やっぱ油かいてなんか商売しちゃいけないというか、はい、なんかまた偉そうなことになっちゃうんだけどさ、すごく、はい、何、やっぱ日々勉強しないと、はい、努力してないと、はい、やっぱしうまくいかないというか。ああ、それわかります。はい、ありますよね。あそこの橋、あの防波堤とか、なんかそのまっすぐ出てて、あれが自分が成人した子供の時だからあれしかなかったんで、あそこに行って三つ子取ったりとか。店ですね。陣屋稲毛です。陣屋稲毛で、さっきちょっと殿下さんのつけ麺を見て、私もちょっとつけ麺を食べたくなったので、今回つけ麺で行こうと思うんですけど。あ、ばあさん、これあの新しく作ってる250の千葉場競輪場、千葉競輪場、千葉バンク。あ、そうなんですね。そうなんですね。これが、そうそう、新しく作ってる千葉の250バンク。250バンク。それでなんかもう屋根もできて、外もできてね、はい、中がどんだけできてるのかちょっと分かんないけど、まあ、工事の車両と、はい、あれがまた全然たくさんあるんだけど、はい、外交も出てきてきて、はい、すごいこう、なんていうの、これからね、期待というかワクワクするような状態。そうですね。ね、とてもワクワクしますね。そうそう。まあまあそんな中でね、はい、まあ、こういうふうにいろいろ働いてる人がいて、はい、世の中いろんな商売がある中で、はい、ちょっとあのラーメンを、はい、選んだ理由、はい、ここはぜひ教えていただきたいと思いまして。そうそう。で、はい、もうちょっと自分なりなんだけど、その、はい、いろいろこうで世の中にどんな商売とかあのサービスっていうか、まあ、いろんなフランチャイズとか、はい、どういうのがあるのかなって、まあ、ネットでも調べられるんだけど、はい、まあ、本に出してる人がいて、はい、まあ、その企業バカっていう本があって、はい、たくさん結構ヒットした本なんだけど、はい、なんか出版社の編集長がその独立したら地獄のような日々が始まった、それで会社が潰れていくストーリーを出してて、はい、それでそれを他の商売やった人の取材しに行って、はい、なんであなたの会社潰れちゃったんですかとか、はい、したら詐欺になったり何したりとかっていうのがある中で、はい、あのコンビニストアで、あの選手 OB でコンビニストアで成功してる選手もたくさんいるんだけど、はい、コンビニストアをやったら、はい、もう地獄のようなあれだったっていうシステムだったっていう話がちょこちょこ出てて、はい、まあ、それは何かというと、コンビニストアの本部は、はい、本社は、はい、絶対自分たちの利益を守らなきゃいけないって、でそういう中で、はい、ラーメンはあのちょっと出すときに、はい、箱と人だけ用意してくださいって言われて、その、はい、あのラーメン屋さんの店舗を借りるときに、はい、いろんなところを選別して、はい、借りなきゃいけなくて、そのあそこはちょっとやめた方がいい、そこはやめた方がいいですって言って、出すまでが厳しいんだけど、出してからは全力でサポートしてくれる会社が、はい、この麺とかをあのタレとかを売ってくれて、まあ、餃子とか持ってくれるんだけど、 その、はい、それで、まあ、こういう形でスタートさせて、どんどんラーメンを売って、その麺のメーカーとかパッケージなんで、その会社があのもうなんつうの、利益が出るし、はい、自分たちも利益が残りやすいっていうのを商品を提供してくれるっていうことで始めた、はい、それがもう8年前、9年前だ、はい、そしてここにやってこうやってるよっつって、じゃあちょっと本当に店一生懸命探すんで、はい、これしかないと思ってやりますって言って、はい、やってみたらたまたま3件うまくできたんだけど、はい、これは絶対やっちゃダメだっていうことだけはちゃんと守って案内で、はい、その会社が、はい、あのいい物件、これだったらいいんじゃない、やってもっていうところを教えてくれたと、はい、でそれも全部タダだし、ロイヤリティ加盟料もない、あこれはすごくいいなと思って、はい、そのラーメンを選んだっていう。山下さん、今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございます。本当にすごくね、あの濃い一日で素晴らしくて、もういい体験になって、本当に来てもらってありがたかったと思います。こちらこそありがとうございます。なぜこう出たかっていうのを説明させてもらうと、はい、自分がこう鈴木守さんに、はい、ラーメン商売を教えてもらって、はいはい、あの運営していくことにあたって、まあ、たまたまうまくいって、まあ、はい、鈴木守さんのから受けた恩をね、はい、の全国の選手とか OB の先輩とかに、はい、あのもしそういうセカンドキャリアとか、まあ、提案できたりとかしたら、まあ、すごくいい話だし、はい、まあ、ラーメンじゃなくても、まあ、ちょっといろんなことがすごく勉強になったので。競輪ファンの皆様に少しでも楽しんでもらえたら、はい、全然まだまだなんだけど、選手としても人間としても。それでは、はい、あの
もう全国の競輪選手2300人や、うん、競輪選手を引退された OB の方の、はい、もしラーメン屋さんに興味があって殿下さんに相談したい、はい、殿下さんからそういう紹介を受けたいといった時は、はい、殿下さんを頼ってもいいんでしょうか。もうもちろんあの連絡いただいて Facebook でも自分の名前探してもらったりすればあの出てくると思いますし、はい、ちょっともらえる連絡もらえれば、はい、もう自分も最大限そのサポートというか、はい、まあ、自分が受けた恩をまた、はい、あの守さんにね、あの、はい、それを全然返せる感じはしないんで、自分がまたあの恩送りじゃないですけど、はい、そういうふうにしていけたらなっていうのが、まあ、ちょっとそういう気持ちでいますので。 ありがとうございます。それでは殿下さんに、はい、あの関する関連 の、 そのインスタグラム、フェイスブック、その他の、はい、ね、ちょっと連絡が取れそうな、あ、そうですね、あのツールは概要欄に、はい、あ、はい、あのご紹介させていただきますので、 YouTube っぽく、はい、ぜひあの、ね、ご興味を持ってくだされた方は概要欄から、はい、ご覧いただければと存じます。はい、殿下さん今日はありがとうございました。いや、どうもこちらこそありがとうございました。本当にすごくね面白かったです。楽しかったです。